はいえー、それでは今日も読書レビューをしていいいきたいと思いますこのチャンネルでは私が一日一冊を目標に本を読んで、えー、その内容をこうして動画形式でレビューをしていくという内容になっています。でいつもご紹介するのはビジネス書とか一般教養についての内容が多いです。でその他には習慣化継続化であったりとかまた最近はお金について投資資産形成についての本も読むことが多いのでレビューをしています。 でえー、とチャンネルページにです、ね、再生リストが作ってありますので、まあ、もし興味を持っていただける方がいれば、ぜひ動画を見ていただけるとありがたいです。また、えー、よろしければチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。で今日は、えー、この世界で一番優しい会議の教科書というタイトルの本をご紹介したいと思います。でこの本はもうあのー、まさにタイトル通りなんですけれども、まあ、会議の進め方についての、まあ、教科書という内容になっています。 でえー、と本の作り自体はストーリー形式になってまして、えーまあ、入社2年目の、えー、女子社員が、えー、社内のぐだぐだした会議を変えていくと、まあ、そういうストーリーで進んでいきます。で、えー、と今日はですね、えー、とまず1点導入とあと重要なところをまあ4点ご紹介したいと思います。 はいでえっと、最初の導入についてなんですけれども、まずですね、えっと、会社員が、えっと、その会社員生活の中で、何割ぐらい会議に費やしているかということが、この本の中に書かれています。で、えっと、その結論は、答えはですね、約4割だそうです。 でえっと、私自身もあのここのサブタイトルにあるようにぐだぐだした会議っていうのをもう何度も経験していますしまた自分が会議を仕切っている時もですねなんとなくうまくこうファシリテートできてないなということを感じるような状況っていうのは、まあ、何度もありました。 でしかも今言ったように、まあ、会社員生活の中で、まあ、約4割の時間が会議に充てられているというふうになるとこれは会議についてしっかり勉強しなきゃいけないなということを、まあ、あのこの本を買った時もそうですし読みながら、まあ、あの強く感じながら読み進めていました。で、えーとまあ、ポイント4つあるというふうにご紹介しましたので今日はそれ1つずつ簡単にご紹介をしていきたいと思います。 でえー、と4つあるんですけれども、まず、えー、と最初に3点ご紹介します。で、最後に1点追加したいと思います。で、最初の3点について,あ3点についてはですね、その会議の、えーまあ、ポイントとなる内容です。でえー、とまず1つ目っていうのは えと会議を開催する時にですね、えー、とその会議が終わった時にどういう状態にありたいかっていうことを、まあ、はっきりさせて会議を行うということです。でこれはどういうことかっていうと例えばまあ情報共有とか、えー、対策の議論とかいろいろあると思うんですけどもこれだけでは実は不十分だと。 いうことがまあ書かれてますで例えば情報共有であれば単に情報共有ではなくて、えー、と情報共有を行って会議の参加者全員がえ内容を理解して自分の言葉でしゃべれるようにする、まあ、そういう状態がまあえ会議の終了目標ですよと、まあ、こういったことをえしっかり意識をしてえ会議を行うということが大事だということが1点目。 で2点目はですね時間配分についてです。でこれは、えー、と会議が始まる最初の段階で、えー、とまあもしくはその事前の案内の段階でうんとどの内容を何分で議論するかということを、えー、ちゃんと決めておくということです。で例えば1時間の会議であればまあ15分は、えー、アイディアだしで15分はそのアイディアの中から、えー、メリットデメリットを議論しましょう。で、えー、さじゅそこの 次の15分で、例えば、じゃあそこから一、えー、つアイテムを選びます。で、次の15分でそれを具体的に形にするとか。まあ、えー、とこういったような感じで,ですね、その会議の中でスケジュールをきっちり決めておくことによって、えーまあ、会議がこう遠回りしがちな時にも、ちゃんと元々の議論に戻ってきて、時間内に会議を終わらせようと。まあ、そういった、えー、インセンティブが働くということだそうです。で、3点目はですね、えー、とその会議の終了時に、その会議で、 何が決まったのかそして誰がその決まったことに対して責任を負うのかでそれがいつまでになされるべきなのか、まあ、いつまでに誰が何をするかっていうことを、まあ、はっきり確認をするということですで、えーとまあ、往々にして会議っていうのは、えーとまあ、長時間になることが多いですでまあ、15分の会議とかであればいいんですけれども大体会議っていうのはまあ30分から1時間長い場合には2時間とか5時間とかですねそういった えまま長ささでで設定されると思いますでそうなってくると、どうしてもですねみんながみんな100%常に集中しているわけじゃないので、どうしても聞きこぼれとか、また参加者の間での認識のズレっていうのがあって、えーと、ボールが誰にあるのかわからない状態になっているとか、まあそういったことがよくあると思います。でまあ、そういった状態を防止するために、まあ、会議の最後に必ずいつまでに誰が何をやるかということを決めておくということです。はいでえっ、ー、と今み 3点ご紹介したんですけれども、最後の4点はですね、これらをきっちり補強する重要な要素として挙げられているんですけれども、これらをですね、この表紙のイラストにあるように、ホワイトボードに書き出して、これを中心に会議を進めるということです。つまり、まず最初に何をするかというと、会議の背景というか、会議が何のために行われているのかというのを書き出します。 単にそれだけではなくて例えば参加者全員が内容をきっちり理解して自分でしゃべれる状態にすることってまず1個書くんですよね。 でその上でその下にスケジュールっていうふうに書いて、えー、と最初の15分は情報共有で次の5分で内容確認とか、まあ、そういうふうにこうアジェンダとともにスケジュールを書いていくとでこれも書くんですねで、えー、とそれらをベースにしてじゃあ今はこの議論をする時間だから誰々さんどう思いますかとかっていうふうに議論を進めていって、まあ、最後まで進めていくとで最後まで進んでいったらそれを締める形として、えー、いつまでに誰が何をやるかっていうのを明確にホワイトボードに書き出して、まあ、記録をすると で、それをみんなでこれでいいですよね。っていうことを語って確認をして会議を閉めるというのが大切だそうです。ではいで、えっ、ー、と実はですね。えっと、私の会社の先輩でも、えっ、ー、とこれを本当にきっちり型通りやってる人っていうのがいます。で、えっ、ー、とその先輩が仕切る会議っていうのはですね。いつもその？ えっと必ず次のアクションが決まっていてちゃんと責任者が決まっているなということをあの感じてましてえっ、ー、と今説明されればですねなんだこんなことかっていうふうに思うんですけれども意外とここまできっちりやってる人っていうのはまああの会社で多くないと思いますあのぜひ周りの方を観察していただければと思うんですけれどもなかなかこんな簡単なことでもできてないとなんですけどこれを愚直に、えー、やるとですねあの本当にみんなの会議の えと議論の中心がこのホワイトボードに集まって、えー、こう一体感が出るとでさらに誰が何をいつまでにすべきかっていうのはちゃんとはっきりされた状態で終わるんで次の会議とか、まあ、次のアクションがもう、あのー、明確なんですね。ここは本当に大きいんですけれども 是非、まあ、ですね実際に自分でやってみていただいて、えー、とその効果っていうのを感じていただければなというふうに思いますで自分私自身もその自分であのこれをどんどん取り入れていってですねあのこれまでの、まあ、無駄な会議とか、まあ、アクションプランが決まらないような会議っていうのをもうなるべく、えー、少なくしていきたいなというふうに思いますで最近読んだ本の中では、まあ、あの非常にですねあのすぐ使えますし あの簡単なこと、もう技術っていうほどの技術でもないような気がするんですよね。もう心がけでできることの中では本当に効果が大きい、えー、アプローチだと思いますので、まあぜひあの皆さんもですねやってみていただければなというふうに思います。はい、今日は以上になります。あのもしよろしければチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。